マルコス・スクータロは、ベネズエラのヤラクイ州産フェリペ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1975年、ベネズエラのヤラクイ州で、イタリア人の父親とスペイン人の母親の間に生まれる。1994年にクリーブランド・インディアンスと契約を結んだ。2000年8月30日、7月21日に行われたトレードの後日発表選手として、 リッチー・セクソン・イ・チルイ氏及びケイン・デイビス、ポール・リグドンと共に、ミルウォー・キー・ブルワーズ移籍した。2002年4月5日に、ニューヨーク・メッツへとトレードされる7月21日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。2003年10月9日に、ウェーバー工事を経て、オークランド・アスレチックスへ移籍した。マーク・エリスが、右肩の故障で全球したこともあり、生じる意志としてプレー。 有撃手と三塁手も守りながら、自己最多の137試合に出場し、打率273.7本塁が43打点をマーク。また守備面でも二塁手として123試合に出場し、三失策と固い守備を見せた。2005年はエリスが完全復帰することもあり、開幕時点では内野の控えとしての位置づけであった。しかし、前年に、 新人王を獲得したボビー・クロスビーが故障で長期欠場したこともあり、主に遊撃手として一類種以外の内野とメッツ時代以来となる左翼種を守りながら118試合に出場。自己ベストとなる9本類が5盗類をマーク。2006年8月24日2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。父が イタリア人であるため、イタリア代表を選ぶこともできたが、スクータロは、生まれ故郷のベネズエラの代表としてプレーすることを選択。大会中は、内野のユーティリティープレイヤーとして活躍した。シーズンでは後期に、勝負強さを発揮し、クラッチヒッターと評価された。ミネソタツインズとのディビジョンシリーズ第3戦では、試合を決定づける3.2塁打を放ち、 チームのリーグチャンピオンシップシリーズに貢献した。2007年は、前年より出場試合数が減ったものの、内野のユーティリティープレイヤーとして安定した成績を残す。2007年11月8日に、トロントブルージェイズにマイナーに投手とのトレードで移籍した。2008年は、新天地で遊撃のレギュラーの座をつかみ取り、自己最高の145試合に出場。安打数、打点。 得点で自己最高成績をマークした。2009年5月27日2009年開幕前の3月に第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。大会中は主に9番遊撃手として活躍した。シーズンでは不動の1番遊撃手としてチームを牽引自身初の100得点など、 キャリアハイの成績を残した。11月6日に FA となった。2009年12月3日、2年1000万ドルでボストンレッドソックスに移籍。2010年は開幕直後は9番、遊撃としての出場が多かったが、ジャコビー・エルズベリーが長期離脱したことにより後半戦は一番打者として起用されることが増えた。打撃成績は前年の水準には達しなかったが、 自己最多の150試合に出場した。2011年4月28日2011年の前半戦は、ゼドラウリーにポジションを譲ることが多かったが、後半戦にはレギュラーに復帰。9月には大失速したチームの中で一人気を吐き、月間打率387をマーク。規定打席には到達しなかったが、打率299は自己ベストだった。 10月30日に600万ドルの球団オプションが行使され、2012年もレッドソックスに残留することが決まった。2012年4月22日2012年1月21日にクレートン・モーテンセンとのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍した。2012年7月27日にはチャーリー・カルバーソンとのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。ジャイアンツ移籍後は、 打撃好調でシーズンの打率は初めて3割をクリアした。セントルイスカージナルスとの NLCS では MVP を獲得した。オフに FA となったが12月5日に3年2000万ドルでの再契約が決まった。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出され3大会連続3度目の選出を果たした。 2014年は開幕を DL 入りで迎えた。7月に復帰し5試合に出場したが、背中を負傷しそのままシーズンを終えた。2015年1月21日に、青木のりちかの加入に伴って、リーフとなり40人枠を外れ、28日に自由契約となる。6月17日に、ジャイアンツとメジャー契約で再契約し、60日間の 故障者リスト入りとなっている。11月2日に FA となった。アスレチックス時代までは、主に内野のバックアップとしてに有感を中心に内野、時には外野も守るユーティリティープレイヤーとして、毎年控え内野手や故障した選手の穴埋めとして100試合以上に出場していた。ブルージェイズ遺跡後は、遊撃手のレギュラーとして活躍していた。レッドソックスでは、 チーム事情により二類を守ることも多かった。ありがとうございます。